様々な,なんか思いがすするわけですね、はい、こうやってあのテレビの深夜番組でもって話をあのしておりますけれどもねなんかいいこの,この事件に関しては例えばですねその先ほどありましたハイジャックいいハイジャックと悪いハイジャックとねどう見分けたらいいのかとかそれから過激派とこれはもう。 頭が変なんではないかっていうふうにねしてしまう考え方では何も解決しないんです、うん、そのハイジャックの問題にしても反撃派の問題にしてもですね人間の問題に返さなきゃいけないわけですねまずおそらく若い時にですね自分のことを忘れて情熱を注ぐ何かの対象があったと思うんですよ人々はみんな、はい、それを青春って言うんだと思うんです動機は様々でしょう思想は自由 そして刑務所に入ることを覚悟すれば行動も自由ですよ。で60年安保から70年の全教等を通じましてですね他者のためにいわば革命というのは他者のためにあるわけですからそういう形で情熱を燃やした人たちがね今一体どうなってるんだろうと。例えば、まあ 名前を挙げませんけれども社会主義体制が倒れたとよかったとこれで俺は自爆から解放されたとかね <laughs> 昔は一生懸命学生運動をやったもんだけれども今は自民党がいいよと現状維持がいいよというようなことを言ってる人たちは学生運動も真剣にやってなかったと思いますよ、はい、でテレビ文化人面をしてですね <laughs> そしてそのエスタブリッシュメントへの道をね歩むような人たちには理想もなければ動機もなければ もちろん激しい行動もしなかった人たちが朝までちゃんちゃんバラバラやってるんだと思います自戒を込めて言いますけどね、はい、ですから中核派のやったことがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、みんなもう30もう半ば過ぎちゃって40になろうとしてなおかつかくなにね自分の青春を襲った一ちの情熱にねまだいる人たちがいるんだとこう解釈してやれないでしょうか中核の人たちを。 あるいは過激やと言われる人たちをね例えばマラヤの共産党で70過ぎるまで2人の兵隊さんが日本はマレーシアに何をしたんだと本当にこの国に自由と独立とを与えたのかと、うん、何が大東亜共領権だと、うん、自分たちは踏みとどまって戦うといってですね40何年間を、うん、あらゆるその現世的な欲望を 捨て去ってゲリラと共に戦ったあの2人の人がいるわけでしょう。バカと人は言うでしょう。バカと人は言っても、それだけ彼らは71、76までの青春を生きたってことですよ。で、そういうことがね、一つも論議されない、うん、マスコミで。と、うん、も、これは悪いものなんだと。現在の秩序だとか、体制からのはみ出しもんなんだと。うん、いう考え方を持っている限り。 例えば民主主義に対を暴力でもって民主主義を踏みにじるは連中は許せないとこう政府が言う、うん、その政府が鳥籠の暴力を使って学生たちをです、ね、5人6人で袋叩きにしてと国家の暴力が許されるのかじゃあ個人の暴力と同様に国家の暴力も許せてはなりませんよね、うん、それから一旦まあ人間がですよ約束したことそれは神と約束したのか 誰と約束したのか知りません僕は現在の、ね、中核派の戦略戦術でもって日本にある体制の変換はないんじゃないかと思いますおそ、はい、らく90%ないでしょうしかし世界中いろんなところでね武装闘争をやらなければ民主が解放できないフィリピンのような国もあるわけですよあるいは武装闘争を放棄したんで自分の任務終わったっていうマレーシアの例もあるわけですよ現に中近とアラブでは毎日のように人々が死んでるわけですよ で、飢えて死ぬんだってこの殺人ですよ、うん、政治による殺人ですからねフィリピンのネグロスでは飢えて死んでるわけでしょてめえさえよきゃいいとてめえさえ先生って言われりゃいいとそれでよっちゃばってカンカンカクカク夜が明けるああこれで俺様はねこの世の中のエスタブリッシュメントだとスターなんだとタレントなんだと。<laughs> いや本当はね、これバッシングして僕は初め嫌だって言ったんです。と、はあ、いうのは、このバッシング、真剣に喋ると、僕はやめなきゃならなくなるから、うん、いや、<然>誰かの圧力があってっていう意味じゃないです自分に帰ってくるて、ね、自分に帰ってくる問題で、僕は本当に自己批判して言うけれどもね、それでも曲がりなりに戦ってはきたつもり、うん、だけど、僕の中に青春があるだろうかと思うとかなりずるくなってるしね、要領、うん、よくなってるし。うん それを世間は仏の竹中と呼んでくださるしね。居心地いいですよ。うん、人間は居心地のいいところに行きたがるもんです。居心地の悪いところで頑張るのは本当は人間なんじゃないですか。うん、だから僕は彼らは居,居心地の悪い中で戦ってる人たちにある種の恰好敬意恰好を持ちます。そしてねあの最後に冗談で締めます。例えば過激派が金閣寺に立てこもったり本当にそういう文化財の中にね立てこもっちゃったりしたときに。 さあ日本という国家政府警察はどうするんですか水ぶっかけるわけにいかんでしょう催流台ぶち込むわけにいかんでしょう、うん、そのように権威というものはね頼りのないものです金閣寺は何度も焼けた金閣寺が焼けたことは日本の古い伝統とか文化とかっていうものの問題ではなく権威が焼けたんですだから私はあの今度の,あの大乗祭ですか即位の礼ですかそういう中で天皇家がですね いろんなことをおやりになるのはそれは文化ですからただそれは利用しようとする人たちがそのいいハイジャックと悪いハイジャックをいや全部ハイジャックは悪いんだ過激派は全部悪いんだって分けて見せる力にそれが利用されることね、うん、それが恐ろしいと思います。はい。えー